今月14日に開業する長崎スタジアムシティ。サッカースタジアムやアリーナ、ホテル、商業施設だけではなく、スリル満点のアクティビティも体験できます。さあ、桜田さん、スタジアムシティのドンスオフィス棟にやってきましたけど、はい、これ12階です。すごい、もう見晴らしがね、素晴らしい、ね、長崎のまちまちがもうね、見えますよね。からちょっと行ってみましょうよ、ね、芝生があって、で奥進んでいくと、はい、長崎の景色が一望できるということなんです。わあ、もうスタジアムが、スタジアム見えます。すごい、うわ、綺麗ですね、芝生がもう、ね、もう奥にはフットサル場も、なるほど、そっか、フットサル場もあるんですね。そうなんです、あるんですよ。さあ、そして、はい、今から私たちが何を体験するかと言いますと、桜田さん、あの例のあれですよね。例のあれです、例のあれですね、はい、まあ、ちょっと、はい、下田アナウンサーも先に体験したっていうことを聞いてきたんですけど、なるほど、結構怖いっていうような。怖いんですか。はい、本当ですか。みたいですよ。いや、全然ですね。大丈夫じゃないかなって思ってますけどね。桜田さん、すごいこう楽しみにされてますもんね。はい、今楽しみです、非常に、はい、今日は2人で一緒にそのアクティビティを体験するということなので、ドキドキですけど、はい、私も、はいはい、楽しんできます。行ってきます。行ってきます。桜田予報士もドキドキワクワク、長崎スタジアムシティに誕生した国内初のアクティビティとは。オフィス棟スタジアムシティノースの屋上と商業施設スタジアムシティサウスの屋上をつなぐ258メートルのジップラインです。スタート地点は地上およそ60メートル、スタジアムの上空を最大時速50キロで滑走します。はい、器具などをしっかりと身につけて準備します。ちょっと呼吸が荒くなってきたかも、はい、ちょっと怖くなってきた、ちょっと、はい、声が上ずってる感じがします、自分で。それでは装着完了しました。しましたね、はい、なんかちょっと防弾チョッキみたいなんですよね。あの、つけたことないんですけど。本当ですね、結構厚みがすごいですよ、ありますよね、うん、しっかり体をしっかり守ってくれるっていう感じのということで、はい、じゃあ早速桜田さんから飛んでもらいたいと思います。行ってきます。行きましょう。行きましょう。体の正面に安全装具を身につけた桜田さんはスーパーマンのようなスタイルで空を飛びます。え、嘘でしょ。大丈夫。おお、すごい、なんか不思議な感覚、こんなことって普段ないから、ちょっと大丈夫なのっていう。スタート直前はなんと宙に浮いたような体勢に。それでは桜田気象予報士、いざスタジアムの上空へ。浮いてる。3、2、1、5、行ってきます。滞空時間およそ30秒、堂々としたフライングを見せた桜田さん。ちょ、最初怖かったんですけど、あのだんだんと慣れてきて、あの風景を楽しめるようになりました。めちゃくちゃ速かったです。最後行ってきます。よしよし。私、牛島は座ったスタイルで滑走することに。すごい絶景なんですよ。ここから重い稲佐山と同じぐらいの高さしてますよ、私。はい、ありません。そんな高くないよ。え、そんな高くないよ。高くないですか。長崎で今一番高い感じ。一番高い感じ。冗談はほどほどに、覚悟を決めて、はい、行ってらっしゃい。行ってきます。3、2、1、GO! じいちゃん、長崎は6時15分から。
爽快でした。景色はもう絶景、稲佐山も見えるし、もうそのスタジアムシティの全貌、座席も全部見えるし、芝生の綺麗な緑も見えて最高でした。もう一回飛びたいな。いいフライトでしたか？バッチリです。あ、バッチリ、最高です。さあ桜田さん、はい、体験終了しましたけど。いやー、しましたね。いかがでした？本当に楽しかったです。楽しかったですよね。めちゃくちゃ楽しかったです、ね。スーパーマンタイプならではの怖さってありました？いや、やっぱこう下向いてるんで、なんか不安定というか、浮いてる感覚です。本当に、あ、スーパーマンってこういう感覚なんだなっていうのを実感しました。かっこよくでも飛んでましたよね。はいはい、いやー、まあ、ちょっとですね、また皆さんもスタジアムシティ、うん、ぜひ会場したら体験していただきたいと思います。楽しかったですね。楽しかったです、はい。長崎スタジアムシティのアクティビティ、ジップラインは小学生以上、体重40キロ以上110キロ以下、身長2メートル以下の人が体験できます。18歳以上は本人の同意書、17歳以下は本人と親権者の同意書が必要です。開業日の今月14日から1回2500円で楽しめます。